阪神が13日、秋山匠投手、33、の今季限りの引退を発表した。近日中に引退発表会見に臨む。秋山は今季一軍登板はなく、ウエスタンリーグ17試合に登板し3勝5敗で防御率4、62だった。写真、練習前に談笑する秋山。この日の練習前にはコーチらと談笑する姿もあり、 投手ミーティングでは全員の前で挨拶。その後は普段と変わる様子なく、アップやキャッチボールやノックなどなど通常メニューをこなし、寂しいっすけど、今年は最後まで今まで通り頑張ろうかなと話した。決断した理由については、開幕前から今年ダメだったらっていう気持ちでやってたんで、膝の状態も良くなりそうにないしっていうのが一番ですかねとした。 今後は残り2回3分の1に迫るウエスタン通算戦闘級開拓制のために、2度の2軍戦闘番を予定している。香川県丸亀市出身の秋山は愛媛、最上高では2009年春夏連続で甲子園に出場した。同年ドラフト4位で阪神入団、ドラフト会議当日は上位指名でなく悔し涙を流したが、1年目の10年に4勝、3敗、を挙げた。 その後は伸び悩んだが8年目の17年に自身初の2桁12勝、6敗。20、21年にも2年連続で2桁勝利した。通算134試合に登板し、49勝44敗、防御率3、66。